日本の教育制度は、小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年の6334制です。中学校までは義務教育ですが、高校は違います。しかし、生徒の約95%は高校に進みます。そうですか。すみません。私の息子は12歳です。日本では何年生になるでしょうか 中学校一年生ですね。中学校一年生はどんな科目を勉強していますかちょっと見てください。これは中学校一年生の娘の時間割です。一週間に4回、社会という科目があります。社会で地理と歴史を勉強します。国語と英語も一週間に4回あります。数学と理科は 一週間に三回あります。理科では何の勉強をしていますか物理と科学と生物の基礎です。それから家庭科と音楽と美術は二回ずつで、体育は三回です。そうですか。家庭科では料理を作りますかはい。料理を作ったり、服を塗ったりします。 音楽と美術を学ぶのはいいですね。息子の学校ではもう勉強しません。体育の授業は人気があるでしょうそうですね。グランドでサッカーをしたり、体育館でバスケットボールをしたり、プールで泳いだりします。武道もやっていますかはい。柔道、剣道、相撲をやっています。剣道というのは何ですか 武道の一つです。市内で戦います。